鉄。どうした？だいぶ良くなってるよ。内スキーを越えながら胸の向きもう少し、腰の向きもう少し回線かけながら。鉄か。する腰の回線と外線だよね。こうまーくかかとを支点にしてスキーマスクを操作する場合だね。バレズロックやってるね、オッケー。スキーの先端方向に運動方向を置いとくのを忘れないようにしてね。腰からね、腰の中心、ももの回線、ももの外線、少し腰残るけどちょっとずつ良くなってきてるぞ。要はスキーのコントロール導き出すのに、ももの内外旋、腰の回旋を優先させるわけね。
列がこれができねえんだよな。ほら、あアウトエッジもうほら腰の向き。あーやべ、鉄ごめん、上取れなかった。ターンホーム、ほら、すねが回ってない、これももが回ってない。ここで、ももがこういう風にない、外そのまんま来ちゃい、そのまんま来ちゃいない。今いい感じ、そう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 、ザーって、そう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 、まだこっちの方がいいわ。あーこれ腰はずれ、あーこうなっちゃダメなんだよ、こうなっちゃダメなんだよ。もうちょっと鉄のために打ち足やろう。外れなくなってきた。